ピアチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、キャラバンです。ですね、今年2018年あっという間にこう過ぎ去った感じもありますが、いろんなことがありました。去年アルバムを出して、今年は弾き語りでツアーをし、その後バンドでツアーをし、夏は夏フェス、いろんなとこ行きました。そんな意味ではね、すごくこうライブであちこち旅していろんな人に出会えた1年でした。なんてこうちょっとこう年末感漂う振り返りなコメントになっておりますがですね、それも何しろ12月の、恒例のですね、大阪のライブが決定しておりまして、まあ、それは自分にとってこう1年の締めくくりのような気分でおります。なんでぜひそれをね、告知させていただきたいんですが、12月の7日8日と、大阪のユニバースの素晴らしい素敵な会場です。とても非常にね、空気感のギュッと詰まった雰囲気のある大好きな会場なので、そちらでですね、また 2days 2日間やらせていただきます。ロンサムキャラバンということで、弾き語りでライブをやるんですが、まあ、ギターを弾いて歌いで、ハーモニカを吹き、ドラム、バスドラを叩いたりとかですね、いろんなもう本当体肉体一つを駆使して表現しまくるライブになっております。で、2日間ありますんで、せっかくなんで内容も変えて楽しませたいなと思っていますんで、ぜひ皆さん都合の合う方は2日とも遊びに来てもらい、でぜひね、忘年会というか早めですけど、ちょっと今年を振り返りながら来年につなげていけたらと思っています。ぜひ皆さん12月7日8日と大阪ユニバースでお会いしましょう。キャラバンでした。